アリパシャの肖像。ルイ・デュプレがテッペデレンリ・アリーパシャ1822年1月24日は、オスマン帝国時代のバルカン半島南西部を治めた、領主。反独立の先制君主として振る舞い、その勢力はヤニナを中心として、現在のアルバニア・ギリシャにまたがる地域に広がっていた。パシャは、オスマン帝国の高官に与えられる称号。テッペデレンリは、 テッペデレン出身の意で同名の他のアリパシャと区別するために付されるが、単にアリパシャといえば多くの場合本校の人物を指す。この人物はテッペレナのアリパシャ、ヤニナのアリパシャに相当する各言語の名で呼ばれる。現地の他の言語では以下のように表記される。当時ウスマン帝国領であった現在のアルバニア南部の町、 テッペレナ近郊にあるビシッシュと村の有力者の家に生まれる。父のベディはこの村の長であった。彼の少年時代に一門は政治的、資産的な力を失って没落した。1758年、父が殺害されると母のハムコは山賊団を組織し、アリは成長後その指導者となった。ネグロポンテのパシャがシュゴダルの反乱を鎮圧するのを援助するなど、彼は 国外からの信仰や内乱の鎮圧で活躍し名声を獲得し、オスマン帝国の支配層の注目を引くようになる。1768年、アリは裕福なデルビナのパシャの娘と結婚し、パシャとの緊密な関係を結ぶ。アリはルメリア地方のパシャの副官として任命され、1787年にはオーストリアとの戦いにおける功績により取りからのパシャ領を与えられた。 アリはすぐにヨアニアの支配を確立し、その後の33年間を支える強固な基盤となった。アリは弱体な帝国を利用しながら、アルバニアギリシャ西部、ペロポネソス半島へと支配領域を拡大していく。ヨアニアの領主としてのアリの政策は、交流主義的なものであった。アリは、反独立の先制君主として振る舞い、その時点で、 最も利益をもたらす相手と同盟を結んだ。アリはアルバニアの海岸で港を得るためにフランス帝国のナポレオンと手を結んでいる。この時派遣されてきたのがフランソワ・プークビルである。ティルジットの和訳の後、ナポレオンがロシアとオスマン帝国の分割を画策するようになると1807年にはイギリスに着いた。イスタンブールの中央政府は こうしたアリの反独立の振る舞いを放置していたが、これは当時中央政府にはアリを打倒できるだけの力がなく、また、反独立であっても敵に回すよりは良かったためである。アリパシャの墓所1820年、アリはイスタンブールで政敵の暗殺を命じた。中央による統制回復を図っていたスルタンマフムト2世は、これを機にアリを解任しようとした。 公的地位の辞任を拒否したアリに対し、マフムト2世は2万人の軍隊を派遣したため、武力衝突が起きた。オスマン帝国軍がアリパシャとの抗争に注意を向けたことは、結果としてギリシャ独立戦争を助けることになった。1822年1月、アリはヨアニナのヨアニナ湖に浮かぶ島にあるパンデリモノス修道院で暗殺された。アリの首はスルタンの元に送られ、 葬儀は礼遇をもって行われた。暗殺の舞台となった修道院の一部はアリパシャに関する博物館となり観光名所となっている。アリの命を奪った銃弾の弾痕を現在も見ることができる。また、この博物館にはアリゆかりの財宝も展示されている。ルイ・デュプレが古城で漁をするアリパシャ詩人バイロンは1809年に 彼の城を訪問しており、その時のことを、チャイルド・ハロルドの巡礼の中で記している。バイロンは、ギリシャ文化の名残を留める街や壮麗な城の様子を、称えながら、母への手紙の中では、アリの先生君主としての勇敢さと共にある、残虐さについても記している。デュマ作の小説、モンテ・クリスト伯』には、アリ・テブランの名で研究され、彼の暗殺をめぐる物語はこの作品の重要な、 要素を構成している。登場人物の一人、絵では、ありの娘という設定で、父の死により、奴隷に見ようとした彼女は、暗殺の手引きをしたものを探している。ありがとうございます。